S3 Chrome, Chrome, Chrome はビアテクノロジーズの一部門となった S3 グラフィックスの GPU である。サベージシリーズの後継にあたり、かつてはディスクリートのビデオカード製品に採用されていたほか、各社のチップセット統合グラフィックスコアとしても採用されていた。以下にそれぞれの世代及び製品に分けて解説をする。Chrome シリーズは S3 グラフィックス社がリリースする GPU 製品のシリーズである。コンシューマー向けとしては主にローエンド、ミドルレンジをターゲットとしており、ノート PC 向けの製品も存在した。サベージシリーズの後継に該当し、多くの特徴がサベージシリーズから引き継がれている。ネーミングモデルとなるデルタクロム以降のシリーズ共通の特徴として以下が挙げられ、これらは組み込み用に特化された。 クロム4000、5000シリーズ以降でも踏襲されている。単体 GPU としてのクロムシリーズは主にビデオカード用途でリリースされていたが、競合製品と比較してビデオカードメーカーからの採用例は少なかった。しかしノート PC では2008年に富士通の FMV ビブロ MG シリーズにてクロム430ウルプが採用されている。 またチップセット統合グラフィックスコアであるユニクロムおよびクロム9はビアテクノロジーズの PC 用チップセットで多く搭載されていた。2014年現在はコンシューマー向けとしては展開しておらずビアが主に業務用のデジタルサイネージ向けとして提供している組み込み用ミにイッチマザーボード用のチップセットの一部として展開されている。デルタクロム、デルタクロームは 2003年3月に発表された GPU 約6-0000 00個のトランジスタで構成され130 n m メートルプロセスルールで製造される。グラフィックスコアはシェイダーマダル2.0の24ビット精度ピクセルシェイダーを搭載しダードックス9に対応しておりビデオメモリは128ビットで接続された256メガバイトまでの DDR Staram をサポートする。インターフェースは AGP8X。機能面では、コンポーネント出力に対応し、40bit 出力可能な 400MHz ルツラムダッツの搭載、MPEG2 や MPEG4 に対応した動画アクセラレーション機能、クラモーションやフォントスムージングアクセラレーション機能、クリルタイプフォントアクセラレーションも搭載するなど、2D 機能にも力を入れている。 また、同世代の GPU と比べ、小規模な回路をハイブッドトランジスタで構成しているため、消費電力も低く抑えられている。最上位の下位1から廉価版の S4 まで、複数のモデルが発表され、モデルにより、コアメモリクロックやサポートするメモリ容量が異なる。日本では、S8 以外に高速版の S8 Pro や、S8 の名前が付いているが、 S4 の高速版 S8G を搭載した製品が発売された。ガンマクロム、ガンマクロームは2004年3月に発表された GPU インターフェースは PCI Express16X に対応するが、それ以外の仕様はデルタクロム S8 とほぼ同様である。クラムーションはバージョン2.0に改良されている。 日本では S18 Pro を搭載した製品が発売された。Chrome20 シリーズは2005年11月に発表された GPU 富士通ミエファブの90 n m メートルプロセスで製造され、上位の S27 と下位の S25 が存在する。グラフィックスコアや機能はデルタ Chrome 以来の設計を踏襲しているが、 マルチ GPU 技術マルティクロムへの対応を大きな特徴としており、フレキシブルメモリーアーキテクチャによる柔軟なメモリ性も特徴としている。これにより32から128ビットのメモリバスで接続された GDDR1、GDDR332 から 256MB、または GDDR232 から 512MB のビデオメモリをサポートする。 また、S25 のみ、メインメモリ領域の一部をベレムとして利用するアッコセルラム機能を搭載する。クラオーション3.0により WMVHD や MPEG2HD への再生支援に対応するなど、HD 動画コンテンツへの対応も行われている。HDMI インターフェースを搭載した S25 搭載製品の発売も、XIAI からアナウンスされていたが、 実際には発売されなかった。S27 はコアクロック 700MHz と発表され、最高クロックの GPU であるとされていたが後に 650MHz に引き下げられた。6年にマイナーチェンジ版の S2710 が発売されたほか、モバイル向けに LCD 表示機能の最適化や省電力機能の追加がされた Chrome XM20 シリーズもラインナップされている。 クロム400シリーズは2008年2月18日に発表された GPU 富士通ファブの65ナノメートルプロセスルールにより製造され上位の440と下位の430が存在する。ローエンドデスクトップ及びノート PC 市場をターゲットとしておりメモリバスはいずれも64ビットとなっている。デラとクロム以来となる。 グラフィックスコアの大幅な刷新が行われており、シェーダーモデル4.1に対応し、ダードックス10.1をサポートする点が最大の特徴である。マイクロソフトによる Vista SP1 プレミアム認証を取得している。また同社製品としては、初となるオパングル2.1のサポートをしていたが、後日の Chrome500 発表後にリリースされたドライバで、オペング3.0への対応も行っている。 また、Chrome 400以降対応の S3 グップグップ用写真、修正ソフトウェア、S3 フォートプロを2008年10月17日発表している。Chrome 400以降であれば、オパンクル1.0にも対応しているので、グップグップとしての利用も可能になっている。動画再生機能もクラモーション HD に強化されており、ブルー、A ビデオ及び、H イジ264など、 各種 HD コンテンツに対する再生支援機能が強化されている。なお、上位の440は同時に2つのビデオストリームに対する再生支援に対応するが、下位の430では1つのみとなる。インターフェースは PCI Express 2.0に対応する。トランスミッターとオーディオコントローラを統合し、HDMI 出力をネイティブサポートするほか、 DVI 出力もデュアルリンクに対応し、外部トランスミッターを追加することで、ディスプラポート出力もサポートする。派製品としてはモバイル向けの Chrome 430ウルプ、435ウルプ及び440ウルプ、組み込み向けの 4300E が発表されている。2008年11月20日、Chrome 500シリーズが発表された。これは、 クロム400をベースにサポートするメモリ容量の強化が行われたマイナーアップデート版であり 530GT および 540GTX ラインナップされている。これが1980年代より続く老舗 GPU メーカーである S3 のコンシューマー向け最終製品となる。ユニクロムはプロサバッチ DDR をベースに開発された統合チップセット用グラフィックスコア。 内部的に AGP8X で接続される1 2 8ビット、グラフィックスコアを持ち、UMA により 64MB までのメモリをサポートする。シェーダやハードウェア T&L は搭載せず、構成的には d ー r ックス6世代に相当する。マルチディスプレイ機能 DUBE をサポート。ビアテクノロジーズの k ロメー m ル400チップセットなどに搭載されている。ユニクロム。 グラフィックスコアは2002年6月に発表された CLE266 で採用されて以降、マイナーチェンジを重ねながら2006年11月発表の CN800 チップセットまで4年半にわたって採用されてを非常に息の長いグラフィックスコアとなった。ユニクロムプロはユニクロムのマイナーチェンジ強化版にあたる統合チップセット用グラフィックスコア。 ユニクロムと比較し、パイプラインを1本から2本に強化し、コアクロックを上昇させいる。コンポーネントによる HDTV 出力に対応し、動画再生機能、クラモーション CE を搭載するなど、HD 動画への対応がされている。ビアテクノロジーズの K8M800 チップセットなどに搭載されている。ユニクロムプローブは、ユニクロムプロのマイナーチェンジ強化版にあたる。 統合チップセット用グラフィックスコア。WMV HD の再生支援に対応するなど、HD 動画再生機能の強化がされている。リアテクノロジーズの VX700 チップセットなどに搭載されている。Chrome QHC は、デルタクロ Chrome をベースに開発された統合チップセット用、グラフィックスコア。1 2 8ビットのグラフィックスコアを持ち、 うまにより 256MB までのメモリをサポートする。シェーダーモデル2.0のプログラマブルシェーダーを搭載し、ダートックス級に正式に対応しており、マイクロソフトの Vista ベーシックロゴ認定となっている。表示機能として、クラモーション CE およびデュアル DVI に対応した DuoView ラスをサポートし、動画再生支援機能としては、MPEG-2 レコードおよびビデオデブロッキングに、 対応する。ビアテクノロジーズの K8M890、CN896、P4M900 チップセットなどに搭載されている。Chrome QHC3 は Chrome QHC のマイナーチェンジ版にあたる統合チップセット用、グラフィックスコア。350MHz のラムダッツを3つ搭載し、3画面の出力に対応するほか、デュアルリンク DVI 出力びビデオキャプチャにも、 対応する。また動画再生支援機能として、MPEG- に VC1 ビデオデコードアクセラレーションに対応している。リアテクノロジーズの VX800 チップセットに搭載されているほか、テイクロック版が VX800U チップセットに搭載されている。Chrome QHCM は、Chrome QHC3 のマイナーチェンジ版にあたる統合チップセット用、グラフィックスコア。 主に動画再生支援機能が強化されており、1080p の m p e g 2 h 264 VLD ハードウェアデコードアクセラレーションへの対応が追加された。ビアテクノロジーズの VX855 チップセットに搭載されている。Chrome 4000及び Chrome 5000シリーズは、Chrome 400、500シリーズをベースに組み込みように再構成したもの。Chrome 400、 500シリーズ同様に、シェーダーマダル4.1及びダードックス10.1をサポートする点が特徴。Chrome600 シリーズは S3 の統合グラフィックチップとしては初めてダードックス11に対応した。ビアのメディアシステムプロセサである VX11 に搭載されており、主にミニイッチなどの小型マザーボードやノート、PC 向けに提供されている。 VX11H with HDP-C に搭載されているチップにはブルーレイのデコーディングをサポートしている。NVIDIA の3や ATI テクノロジーズ、現 AMD のクロスファイアに類似する。実装環境は2枚のカードでの構成、および1枚のカードに2つの GPU を搭載。ラデオン3 0 0 0シリーズの X にラインナップ同様の技術の2つの手法で、 可能であり、自由度が高いことが特徴である。Chrome S20 シリーズおよび Chrome 400シリーズでサポートされている S3 グラフィックスは、マルチ Chrome に使用する Chrome S20 搭載カードは、ビデオメモリを 256MB 以上搭載していることが望ましいとしている。Chrome は、一般に Chrome と発音される金属 Chrome と同じスペリングで、 あるが本シリーズにおいては Chrome と発音されるのが一般的である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。